開いてるの開いてる。2号線とそれから国道180号をですね、つなぐ。だから180号から2号線に行きやすい、また逆もあるというようなね、皆さんよく使っている道のすぐそばに来ております。そして今回も DJ ゲール君です。こんにちは。こんにちは。もうびっくりしましたけど、今12時半ぐらいですけど、はい、お客さんの車がいっぱい。すごいですね。ものすごい車が、この駐車場は満車状態ですね。満車、満車。あ、これもう週末はこんな感じですよ。はい、ずっとずっとこんな感じ、もうひっきりなしに入っていきます。週末はね、週末はね、ええ、どう祝日はそうです。はい、牡蠣を使う、蒸し焼きの牡蠣をだいたい3日、まあ、3日ぐらい、3日に1回ぐらい取りに使って、それを海水につけて保存してるので、新鮮なのは新鮮なの。あ、そうなんですか。で、はっきり言って蒸し上げとか火なせとか行かないと食べれるじゃないですか。それを岡山市内に持ってきて近くで食べてもらおうっていう感じで、まあやろうかなっていう、もうほんそんな感じのきっかけです。それとおろしポン酢です。あ、おろしポン酢、はい、なるほど、ありがとうございます。1キロ分の牡蠣です。ずっしり。おー、トマト10個が1キロと、これで1800円という感じですね。はい、はい、確か向きがあるんですよね。平らな方を下にして、平らな方を下にしてね、やります。あれ、まあ、6個くれてるかな。行ったら裏返します。行ったら裏返します。おお、こんにちは。こんにちは。からの好きです。パリにも胸がパンパンに詰まってます。おお、これぐらいです。あとはできるのはまさに安いですね。しばらくは。
お願いします。はい、避難、移動させます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 、汁落とさないように。おー、はい、そしていい感じですね。上のから富士さん、これいただいても大丈夫ですか。どうぞどうぞ。はい、いいですか。いいですか。おー、うわー、プリプリ。今箸で身を挟みました。最高、身がびっくりです。本当に身が大きいですね、かなり。うん、プリプリしてる。うん、はい。開いてる全部微妙に。これはもうなんだよ、開いてるのは開いてる、ほんのり、ほんのり開いてる、ほんのり、ほんのり。どうですか。あ、ちょうどいい、あの塩の加減ですね。そうですね、塩加減ですね。うん、うん、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。